いつも違う雰囲気、背中でも分かりますよね。どうですか。みんなで作る日本世界遺産の旅。こんにちは、劇団スカッシュです。今日夜ですね。もう夜ですね。今日なんで夜かっていうのはね、あの後々動画見てもらえば分かるんですけど、12月2日です。はい。世界遺産旅何日目ですか。26日目です。もう26日目。なんか風邪みてえのがずっと治んねえな。屋久島のね、あの温泉とか滝とかね、うん、あのちょっとローカルなところを回っていきたいと思います。再生回数の発表。昨日のね、計算できなかった30、世界遺産33、34、35、はい、これが3910でした。うお、今日は世界遺産36、37、38です。あ、めっちゃ3対3、3対3、発表します。世界遺産36、37、38の合計再生回数は2604だ。それではね、今日はね、海のところにある温泉に行こうと思うんでね、満潮時と干潮時が関係ある、それを見たいと思います。干潮が5時47分。三脚ちょっとカメラあるから、一応カメラの前に。何何何何三脚ないよね、車の中には。多分俺はやってると思うから、ちょっと電話番号を。すいません。で、部屋見てきた方がいいよ。でもなんかさ、会長が滑り出しですね。でも何もないね。ないな。大地くんが三脚をなくしたらしいです。三脚探したいです。確かにないな。いやいや、なかったですね。あっちゃー、今の大地さんとはしゃべりづらい雰囲気ですね。見てください、ムカデとヤスデが出るから帽子閉めてくださいって書いてあるのに、見てください。あれいつも違う雰囲気、背中でも分かりますよね。どうですか。もしものこと考えて、一応皆さんにね、もしかしたらこれからずっと旅3人しか映れない、3人しか映れない。すいません、ここからそう、すいません。あ、はい、改めて、はい、分かりました。ありがとう。それではね、今からね、平内海中温泉っていうのと、これ湯泊まりっていうのかな、湯泊まり温泉っていうところに行きたいと思います。行けた。大地、テンション頑張ってあげてんの。ガタ落ち。どうした大地。観客なくしちゃって。帰る。あ、帰る。え、サワガニです。海中温泉こっちだよ。入ってる。全然見ないけど、映せませんね。100円いきます。すごいいいよ、ほんとに。あれあれ、うるさいの。いや、どんなやったことのところで、あ、あれ、温泉なんですか。温泉なんですか。冷たいね。海っすか。海ですか。海ですね。あ、海、気をつけてください。うわ、あったかい。こちらめちゃめちゃ暖かいですよ。それがすごい、いい雰囲気ですよ。この道もレクリエーションの森に三脚ありました。おー、三脚ありました。ごめんね、2個儲けね。湯泊まり温泉はね、ちょっと温度が低いということなので、おお、ちょっと楽しみにしたいと思います。おお、この海の一角に温泉。みんなで作る日本世界遺産の旅。ぬるいっすね、こっちは。気が好きだ。おっきいお風呂ですね、見てください。今からね、こう湯泊まり温泉にね、こう入りたいと思います。湯泊まり海中温泉、どうぞちょっと入ってみてもらっていいですか。はい、ちょっと寒いっすね。まずはお湯チェックから。お湯チェックからね、入りたいと思います。はーい。うわどうした。海だ。どう、温泉いいな、いいな。東北だから。あれ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 東シナ海。何の勝負なのね。何やってんすか。東シナ海。まだ朝の今まだ9時半です。何やってんのあいつら。
いやいや、見えてる、いや、しまったー、聞いたよ、それいや、しまかいがいや、もういいよあ、なんか痛そうだったじゃないですか、ね、痛たたたって、あ、足場がさ、何あれ、貝、貝、貝のが足を突き刺してくるの。でね、足こちで。ちょっと待って、ケンちゃん、ちょっと待って、ちょっと待ってください。これは違う違う。ケンちゃん。これは映さないで。ケンちゃん。ケンちゃん。ねえ、さっきケンちゃんさ、当時しなきゃって言ってなかった。言ってた。で、俺さ、今さ、ケンちゃんの様子見てたんだけど、それは映さないでってやってたの。うん。おかしいでしょダメダメダメ、俺は映さないでケンちゃんってさ、なんであんなにさ、自分の体を顧みずにさ、やれんの、なんなんだろう、切ってないよ、全然。イメージは何箇所ですか、イメージ、切ったイメージ何箇所、7箇所いや、これが楽しみ方でもよ、いやさっきの倍あったかいしね。今ちょっともう、男の裸ばっかだったので、ちょっと綺麗なものを写しますあーそうか、ああいう感じね、あそこは全部傷口だけど、今グッとやって血を止めてたのあれが全部仮に傷口だとしたら7箇所じゃないね、手のひらで1箇所って数えたんだと思うから、傷口持っちゃったねどういうことなんであの人そんなに頑張ったの。俺知ってんすよ、理由。何、いつもカメラ持ってるじゃないですか、うん、たまに映れるチャンスを絶対に逃さないっていう海の中でね、うん、ちょっとじゃなくてずっと俺の近くに来ると足大丈夫足大丈夫足大丈夫だから多分自分はやってた、あー、気づいちゃってます。どうですか、屋久島は。最高だね、屋久島の楽しみ方ってこんなにもあるんだね。つーか、やべえ、ケンちゃん何やったんですか、何やったんですか、今そんなのやったそんなことやったことないでしょどうしたかかと行かれてるあそこ登ってかかと行ってないわけないどういう意味、なんか血出てんだかかとがあったかくなってます。見てみましょうか、持ってないですか、なんでここで持ってないですかあれ俺のかかとちょっとチラッと見たんですけど卵肌ですいや、ペイタに、ペイタ、はい、パン屋、ペイタ、お楽しみに。南国じゃね、ここ、うん、違いない、風がよ風がさあ、山が綺麗、皆さん左手を、あ、今日登りたかったよとりあえず行って山、あ、何この左の山々、あれはどうだ、あれは降ってるね、あとまた今日太鼓岩行っても真っ白だったよこれ、いやー屋久島のね、逆サイもね、裏の顔もつくんだよ、逆サイこういって当然こう一周してくる、急に風が強くなったね、はい、ピンチのお店、ペイタさんですね、